10年ほど歌手をしていますが、知名度人気は高くありません。成功している人が羨ましいと思う反面、自分は好きなものを歌わせてもらっているのだからこれでいいんだとも思います。でも時々虚しいです。どうしたら人と比べず、人からの称賛を望むことなく、自信を持って自分の歌いたい歌を楽しく歌っていくことができるのでしょうか。ちょっと質問がよくわからないところがあるんですが、自分は好きなものを歌わせてもらっているのだからこれでいいんだとも思いますというんですね。これはその自分が好きな歌を他人の評価に関係なく今歌うことができているという意味でしょうか。でもまあ今のところその知名度人気という点で成功はしていないね。その中でどうしたら人と比べず人からの称賛を望むことなく自信を持って自分の歌いたい歌を楽しく歌っていくことができるか、ね、まあ今のままでいいと思うんですね。迷うことはないというか、まあ要するにこういった職業っていうのは自分の才能っていうか自分の感性っていうかそれを信じて、で好きなものをやって、でそれがまあいわゆる有名になる定めであればそうなるし、そうでなければ、まあ、他人のモノマネをしたって有名になれるもんじゃないと思うんですね。特にこういった、まあ、芸能関係っていうのは万に一つの可能性をつかむようなもんですから、そうよくこういう歌を歌うとその売れるよっていう話があるようですが、私が知る限りそういう他人のモノマネをしても2番煎じでその人が売れるってことはないと思いますね。まあ簡単に言うとその人が生まれつき万の一つの可能性をつかむ運命、星のもとに生まれていたらそれを信じて自分を貫くということだと思います。もしそうではないんだったら、要するに人のモノマネしたからってうまくいくわけではなくて、まあ、自分をしっかりと出してでその自分がその有名になる成功する、そういった定めにあれば成功するし、そうでなければしないし、そういった割り切りが必要だと思います。ちょっと難しくなってしまったかもしれませんが、成功する場合はそう他人にはあなたの良さ、あなたの好きなもの、あなたの感性、これを表現すれば成功するし、成功するために、自分が歌いたくないものを歌うとか、まあ売れるような歌これを歌うとか、まあそういうことをしても実際には売れるようにならないから、そういった意味では今のやり方を貫いていけばいいんじゃないか、としてうまくいく定めであったらおそらく時が来たらうまくいくだろうと思います。